俳優阿部サダヲが主演を務める TBS 系金曜ドラマ不適切にも程がある。毎週金曜あと10時の第8話には準レギュラーとして何度も出演している俳優の八嶋智人の妻宮下京子が満を持たして登場した。第8話では栗田山本浩二家の地獄のホームパーティーが描かれ、妻の佳代子紺野真昼、佳代子の幼馴染で昔ポッキーのように痩せていたというポッキー宮下、同じく幼馴染の太鼓遠山京子らが登場。リスクマネジメント部の部長栗田が実は17年前に不倫をしていたことが明らかとなり、女性陣から糾弾されるシーンが放送された。